皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。2021年度入試のまあ問題を見てですね、各科目のまあ今年の傾向だったりとかですね、今後どういうことが必要になってくるのかというのを話していきたいと思います。田村さん、増田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まず最初にあの田村さん国語についてですね、はい、今年の,あの傾向というのを教えていただけますかはい、はいえー、まず2021年の国語の方なんですが、えー、学校ごとのトピックで言えば例えば男子の改正中で記述問題の字数指定がついたとかあと千葉の南関共学校であの長文読解の出典が重複したとかまあ注目すべき話題も多々ありますが全体的な傾向というと 記述、えー、の比重特に受験生の意見や考えを交えて答えさせる問題が目立ったということが挙げられると思います、えー、これまで女子校の双葉や、えー、フェリスなどでも長文の内容を踏まえた上で自分の意見を答えさせる問題が出題されてはいましたが今年はあの埼玉のです、ねえー、境東でも同様の質問が出題されています えー、当然、この背景には、まあ、2021年から始まった大学入学共通テストが、まあ、影響していることは間違いないかと思いますがそこで問われることが想定される、えー、自ら課題を発見し解決していく上で必要な思考力や判断力、まあ、そして表現力の運用能力を中学受験の段階で確信したいという学校側の意図が見て取れたと言えると思います。 まあ首都圏ナンバーワンの受験者数を誇る堺東がこのような採点の労力を顧みずにこのような記述形式を出題してきたわけですからまあ次年度以降はこの傾向が他校にも波及する可能性は非常に高くなるのではないいかと見ていますでは、えー、社会の方増田さんあの、よろしくお願いいたします。はい えーとまあ、コロナ禍ということで、コロナ禍の実施で、まあ、例年とは異なる状況下で行われた、まあ、2021年度の入試なんですが、まあ、一部の学校ではその影響を考慮して、まあ、難度を下げた学校も見られましたが、社会に関しての男女御三家ですね、開成、麻布、武蔵と、王院、双葉女子学院についての出題形式については、まあ、例年どおりの印象でした。 でまあ、改正についてはあの長い文章で回答する問題こそ少ないものの、まあ、問われている知識は高いレベルにあると思いました。で、麻布武蔵は、まあ、例年通り記述問題中心の重たい内容の出題です。で、女子3校については、まあ、オーソドックスな総合問題っていう感じで、まあ、記述式の問題もまあ短いもの、まあ、2問から4問と標準的な感じでした。 まあこれから学習をしていく6年生とか5年生に向けてどういうような対策をしていったらいいのかなというところをお話しいただきますすか、はい、そうですね、まあ、あの意見を求められる記述では自分の考えを相手に分かるように伝えなければならないわけですから、まあ、そこで当然論理的な記述力が求められるというのは、まあ、間違いないと思います。 でしかしですね、記述があまり得意でないお子様に、急に書けと言っても、そうそう書けるものではないと思いますから、ま,あ、まずは焦らずに、読解や記述の基本となる、語彙力の要請ということを、今一度見直してほしいと考えてます。まあ、本来、人間は頭の中で言葉を使って自分の考えをまとめるわけですから、えー、語彙力が多い人ほど、思考の幅が広いと言えるのではないかと思ってます。 えー、ただここでちょっと勘違いしてほ、えー、しくないのがその語彙力は単に漢字や言葉を丸暗記するという、まあ、意味ではないということをですね、まあ、あくまで言葉を適切に運用する能力ということをご理解いただきたいと思います。 まあこのではこの言葉の運用力をどのように要請していくのかということになりますがもちろんあの読書大事ですのでまあ本はまあガンガン読んでほしいとは思うんですがまあそれ以上に意識してほしいのがまあ日頃からあの親子のコミュニケーションの機会をまあ増やすということです、まあ、とかくあの子ども同士の会話だと単語のみのキャッチボールになりがちですから親御さんの方でできる限りまり長い回答が返ってくるような問いかけをお子様に投げかけるように日頃から接するようにしてほしいと 思いますじゃあ続いて社会はですね、えー、っと気になった問題として、えー、2021年の麻布中ですね食、えー、をテーマにした問題で問い16。 学校給食の、えーまあ教職の問題点ですねこちらの問題ですね、えー、学校給食の問題点は教職の一つである学校給食を、まあえー、頭の中でイメージして、まあ、例えば年齢の観点からですね問題点、まあ、この場合だと、まあ、実際の給食の実体験から同じクラスの人のみの、えー、教職となってしまう点なんかを想起して、まああのー、評価をしていただいて。うん で改善点ですね。あの、例えば年配の人と。 あの教職の機会を提案して、そうすればあのもっと幅の広い知識ですとかがあの得られるようになるんじゃないかというような解決策を提示するような問題で、ほ他には例えばあの限られた時間の中でできることが少ないので、もうちょっと長く時間を取るとかっていう観点なんかからもいろいろとまあ意見や問題点を挙げられる非常に良い問題だと感じました。そうしましたら、あとはそうですね思考行動の表を見ながらちょっとお話しさせていただきたいんですが。 まあ、社会という科目は、えー、と知識をそのまま問う首都圏模試の試行コードでいう、まあ、A 問題ですねで暗記科目というイメージだと思うんですが、まあ、近年はです、ね、適正検査型入試ですとか思考力入試で、まあ、よく出題される、まあ、資料の読み取り問題などで、えー、覚えた知識をどう使うかですね 論理的思考力、判断力、表現力を問われるいわゆる B 問題も当たり前に出題されております。はい でまあ、さらに先ほどですねあの紹介させていただいた麻布の教職の問題のように、まあ、自分をの意見を求められる出題、まあ、創造的思考です、ね、が必要な C の問題にも、えーまあ、一部踏み込む学校も、えー、出てきております。でまあ、単ななる出来事の暗記ではなくて まあその知識をいかに活用するか、また自分の考えをどう表現するかを念頭に学習を進めていくことが必要だと思います。こんにちは。こんにちは首都圏模試の三平です。首都圏模試センターの井出です。今回は2021年度算数理科の入試問題を振り返っていきます。具体的な問題をこれから一緒に見ていきます。 まず、算数です。算数の今年度の問題の特徴として、以下の3点が挙げられます。まず1つ目、情報を読み取る力です。えー、説問に入る前に、さまざまな条件やルール、そういったものが示されている問題が多く見られました。それから、その読み取った問題を理解する力が問われる問題。今、状況を整理して、さらにその整理したものを、他の問題に適用する力。 そういった問題が多く見られました。それから3点目は、今年2021年ということで、それに数分解した形、43×47 をテーマとした問題が多く見られました。例えば、改正の大門さん、N 進法の問題だったりとか、地下は大門をの理推の問題。これらの問題では、非常に多くの情報が示されていました。改正であれば、説問の前に2ページ。 ーであれば説問の前に4ページのにペジ情報量となっていましたこれらの膨大な情報量を正しく正確に読み取った上その読み取った情報を自分なりに例えば調べて一般化してそして過去に過去3と続く問題に適応していくそういった応用的な力が求められる問題でしたそれから2021を素材とした問題も下されました 43×47 ということでこの卒図を 素数を活用した問題、さまざまな形で出題されていました。今年度から小学校の学習指導要領の変更ということで、素数の学習が中学校へ繰り上がりました。英校では、問題の中で素数をきちんと定義して、問題を出題しています。こういった学校も多く見られました。では、来年度の傾向,して傾向として、どのようなことが考えられるか、以下の3点になると思います。 まず1点目、同じく情報を正確に読み取る力が求められます。問題文が非常に長文化しています。ここから正確な情報の読み取りが必要となってきます。それから2点目、指導要領の改定ですね。これに伴って、まあ、データの活用、それからは例の充実といった変更点がありました。このような変更に目を向けておく必要があります。それから最後、来年の2022ということで、 2かける3かける337、33この因数分化した形がテーマとなる問題が必ず出てくると思います。3つは以上となります。ありがとうございました。続いて理科の今年度の入試傾向について説明いたします。まず1点目、会話文を用いた出題。問題文の中に会話文が出題され、その中から回答に必要な情報を読み取ることは求められる問題がいくつか出題されました。続いて2点目はえ 思考力を要する問題このコロナ禍の状況でも例年通り独特の形式を取材する学校がいくつか見られたほか学習指導要領が思考力の向上をう,う歌っていることを踏まえて思考力をが必要とされる問題が多数見られました最後3点目時事問題及び関連した内容の取材2020年7月の熊本豪雨や関連するその他災害のに関する取材や ノーベル賞に関する取材など2020年の科学ニュースに関する問題がいくつか見られましたでは次のスライドから具体的な問題を見ていきますまず会話文を用いた出題に関してはこちらに示した改正や裏分けの星のほか双葉行政大妻などこれまで会話文を取材してこなかった学校で会話文を用いた問題がいくつか見られました続いて思考力を養成する 要する問題に関してですがこの武蔵の道具を観察して分かったことを書く問題や栄光学園のデータを読み取りそこから結論をせき出す問題など例年通りの独特な傾向を取材する学校はこのコロナ禍の状況でも変わらず同じような問題を取材しましたでは最後時事問題に関してですけれども こちらに示したような災害に関する問題やノーベル賞に関する問題を中心に2020年の科学ニュース及びそれに関連した出題する学校がいくつか見られましたでは最後、これを踏まえて来年度の入試に向けた対策について説明しますまず1点目、情報読み取る力の向上今年度増えた会話文のほか、グラフや資料から 回答に必要なすすすべき情報を見つけ出す力が問われています続いて2点目、知識を活用する力の向上。これは1点目とも関わってくるんですけれども、基礎知識をまんべんなく習得して、それにより着目すべき情報を見つけたり、結論を導き出したりすることで考察問題を解く、こういったことが問われてきます。最後3点目、科学ニュースに注目すること。 時事問題に関してはニュースの内容以上にニュースに関連した内容が多く問われてくる傾向がありますので、そういった内容を重点的に復習することが求められます。以上で説明を終わります。こんにちは。こんにちは。首都圏模試センターの野尻です。本間です。成績を上げるための作戦を立てる。 学びの,その戦略を立てるという意味ではやはり成績表の見方っていうのが大事なのでその基礎的な基本的なその見方っていうのを今日は野尻さんと確認をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よ,よろししくお願いいたしま,すまずじゃあこの偏差値換算表っていう成績表をあの見ていただきたいと思うのですけれどもこれは野尻さん意外とあの見ないですよね。 そうですね意外と見落としがちなんですけれども、はい、あの非常に、えー、とどの特典の時に偏差値がどこにいるのかっていうのが分かる表なので、うん、結構大事な表になってきと思います、はい、これは、首都圏模試のサイトに、えー、で開くことができますよね、毎回そうですね、あの各模試の時に出させていただいてます。 あの個人の自分の成績はもちろん大事なんですけれども、まあ、自分が、まあ、受験というのは、えー、受験生とのやっぱりあの競争ですから自分の位置づけっていうのを確認するっていうことはつ、まあ、辛いかもしれないけども大事ですよね。そうですねそ。ですよね。それで4教科の先生方が既に、えー、基礎力をこうアップさせるために、えー、どうしたらいいかっていう話をされていてじゃあ 基礎力をアップして、偏差値を例えば5を上げる、10を上げるためには、どうしたらいいかっていうことは、まあ、現実的に考えざるを得ませんよね、野尻さん。そうですねあの、やっぱり定員が、学がこう決まってる以上ですね、受験生との競争になってくると思いますので、まあ、全体的に自分がどの位置にいるのかっていうのを確かめることは大事だと思いますそうですよね、それで、まあ、頑張るといっても、まあ、例えば偏差値5を上げるとか、偏差値10を上げるっていうのは、 どのぐらい大変なことなのかっていうのは、これはやはりあのきちっと成績表を見なければ、あのまあ、不安に思ったり、あの事実以上にあの、えーまあ、ちょっとこう、えー、恐ろしくなったりするんですけれど、意外とこの換算、えー、表っていうのを見ていただくと、お結構自分はいけるかもしれないなっていうのがわかるわけですよね。そうですね例えばこの 51、偏差値51の時に、国語は83点で、算数は69点で、理科が42点で、社会が36点ってなっていますよね。という見方ですよね。それを例えば、偏差値55まで自分が上げていくにはどうしたらいいのかというと、見てください。これ、意外とそんなに大変ではないということが、 一つ分かると思うんですでも最も一台の問題ができるようになるというのはとても大変なんだけれどもあの10代も20代もできなければ偏差値は上がらないということではないということがこれで分かると思いますがいかがですか野尻さん。例えば国語であれば10点、はい、まあ11点ですかね、うん、え上げれば51から55に上がるというような形なので、まあ、大体10点ぐらい、うん、あのアップできれば 偏差値5を上ががっていくっていいくととうううようなことが分かると思いますそうですねですからまあ受験というのは1点刻みであの、まあ、合否が決まるわけですから、えー、そんな大それたことを考えるんじゃなくても一個一個あの問い一個一個を大事にするってことが大切で偏差値5を上げるためには、えー、例えば10点ということは国語と算数と理科は、えー、大体5点のものが多いと思うので2台ずつできるようになれば オッケーとで社会の場合は割と知識が多いのでに2点が多いんですか首都圏そうですね、首都圏模試の場合はほとんど2点ですね。そうすると4台から5台きっちり、えー、暗記をして、それを的確に答えるという対策をすれば偏差値がは上がるっていう、そういうことですよね。そうですねですからまあ対策としてそんなにもうなんかもう法外なことを、えー、やらなければ、えー、手が届かないということでは実はないんだっていうね。 この認識を新たに持ってもらって、まあ、えー、勇気を持って学んでもらいたいと、そういうことがわかる、えー、まあ偏差値の換算表であると、まあ偏差値を味方にするこれは、えー、まあ表だと思うんですが、いかがでしょう、野尻さん。これから先ですね、どう学力をアップしていくのかっいうのは、欠かせないですね、ツールの一つだと思いますね。はい、まあこれを毎回あのアップされますからサイトに。 えー、確認していただければ、えー、もっとここまできればよかったみたいなあのリフレクションができるようになると思います、うん、さて、まあ、そこでじゃあどんな問題をねあのできるようになればいいのかっていうのを見るためにはこの、えー、正答率というやつが大事だと思いますが野尻、えー、さんいかがでしょう あの各問題に正答率っていうのがついていまして、これもあの成績表の中にです、ね、出てくるものになってくるので。ここで見ていただきたいのは、4教科の先生方が基礎力っていうことをたぶん言っていた、語っていたと思うんですけど、基礎力ですから、A という記号で、の行考ードの記号で、号で A とか B1 っていうのが、 ありりまますすよね特ににその A1 A2 ととか A とか B1 が基礎に当たります例えばここでちょっと見てみるとこの問題は B1 ですね。で、えー、次に正答率を見てみると、えー、49.0でなんと解答率って誤答率っていうんですかこれが43.3ですね、えー。ですからこれは結構半分ぐらいできていないってことなので。 こういう問題がきっちりできるようになれば5点獲得するということになると思います。それから、えー、もう一つですが、これは、これもやっぱり B1 ですね。同じような正答率と誤答率になっていると思います。こういった問題をあの大切にする。自分がもしできていなかったらどうしてできていなかったのかということを、えー、リフレクションという確認を、えーまあ、モニタリングですね、えー、するだけでかなり、えー 偏差値５を上げる力が生まれてくると思いますが、いかがですか、野次さん。そうですね。あのここの場合はあの読解問題に関しては、はいえー、まあ論理的な思考力がないと読解ができないということで、B 軸というものをあの増らせていただいています。ですので、えー、B1 という形になると読解力の基礎の問題になるんですけれども、ここのところで、えー、まあ半分。 ぐらいのの率、まあ、なってますでここのところは、まあ、基礎として、まあ、きちっと解けるようになっておけば、まあ、あの多分2問で10点ぐらい上がると思いますので,そうです、ねえー、特にこの B1 っていうのは文章を読んだら、まあ、作者の主張に対する根拠とか理由とかそういったところが聞かれるので、まあ、文章を読んだら、えー、作者の主張 に対してどんな根拠が挙げられているかはそこを注意して読んでいくとこういう問題ができるようになるということですね。じゃあ算数をちょっと見てみますね。そうすると、うんまあ、ちょっと2つ挙げちゃいますけれどこれもその最初の方は A1 で、えー、実はこれは括弧1なんですね。3番目の。そうですね、大さんのカッコ1<か>。ね、1>, 1なんだけども、うん、さっきの国語と同じように 正答答率率と誤答率はこんな感じですよね2つ目の通過算も、実はこれも、これはちょっと難しくなってますけれども、まあでも40%未満ですから、まあ、割とこう40%近い問題ですけど、これなんかも、おそらくこれあれですよね、野尻さん、7番目なので、時間が足りなくて、もしかしたら、この回答率がちょっとそのごめんなさい、無答率が2 8点 ちょっと時間が足りなかったっていうこともありますよね。そうですね、まああの、最後の問題になってきているので、時間の配分で、最後まで行き着かなかったっていうことと、もしくは、えー、最後の方は難しい問題が並んでいるからっていうことで、うん、そこに手をつけなかったっていう、二、まあ、通り考えられるんですけども。そうですね、はいまあ、いずれにしても、カッコ1の問題は、その問題をやる一つの足がかり。 手がかりを見つける基礎的な問題の場合が多いので、まあ時間配時間配分とそれから括弧1のところはまあ優先的にやるというそういうまあ作戦を立てるとこういう2台がやはりできてくるということではないでしょうか野尻さんどうでしょう？的後ろの問題でも括弧1っていうのは、えー、そのその後に続く問題のヒントになるような出題をしているので。 あの意外と、まあ括弧8も A1 とか A2 とかいう問題が結構多いそうですね、はい、ですのでここのところは手をつけられるような問題が多いですね、はい、このようにその正答率のこの成績表っていうのは、えー、時間配分やそれから、えー、基礎力のを見る問題があの最初の方だけじゃなくてこう大きな問題の時にはカッコ1あたりにこう、えー、必ずえ 出題されているというような、えー、問題のこの流れがあの分かってくるので作戦も立てやすい成績表だと思います。えさち換算表とですね、この一問、設問別の正答率っていうのを見ながらですね、えー、ぜひ復習していただければなと思います。ではありがとうございましたありがとうございました。